んこんにちは、しおです。よろしくお願いいたしますということで、チョイスガチャ、やってきておりますと。はい、で、実はですね、もうこれ今オープニングを撮っているのがデイ3になっているんですけれども、これからね、チョイスガチャのデイ3を撮っていくんですが、1日目、2日目、3日目、すべて他の方と、一緒にね、チョイスガチャ引かせていただいております。なので、まずは1日目、2日目の結果を見てから、3日目のガチャを引いていこうかなと思います。で、木曜日以降、ニュース、コラボ始まるみたいなので、チョイスガチャもね、ゆっくり動画を撮影してる時間がちょっとないかなと思っていまして、特にね、木曜日とかニュースの前にちょっと映画見に行ったりとか、いろいろバタついてたりするんで、5日分まとめ出そうと思ったんですけど、今回は3日分で出させていただこうかなと思います。4日目、5日目に関しては、まあなんかツイッターとかで視聴者さんと一緒に弾いても面白いかなと思っているので、そのあたりでね、弾いていこうかなと思います。ということで、1日目の結果へまず、ゴー。はい、1日目です。大阪です。やったー。ゆみちゃんと弾きまーす。タイガーとかね、やったー。クロスケとか、ソラ君とかもいるんですけど、みんな弾いちゃったんで、ゆみちゃんと弾きます。ということで、私、お教えします。もう大阪から帰る日なんですけど、今11時50分お酒飲んでます。狂ってったよマジで。10分でおにゃんこ今日さ、あと10分でおにゃんこ来るし、なんならあれよ、俺今回出演してる時間よりお酒飲んでる時間の方が長いかもしれない。狂ってる。いきます。何属性がいい？何でも。何狙いですか？俺ね、赤マナ。あ、じゃあ緑。いや、いいよ、嘘嘘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 嘘。真面目に言うと、シャルルか、シャルルか誰だ？タルタロスだから。あ、タルタロス入ってないか。入ってない。マジ何でもいいよ。じゃあ水。水いく？クリムト持ってない。クリムト持ってない。光やん。完全に光やないかそれ。あ、もういいですか？え、いいいいいい、うん、俺に届くでしょ、これ届くんだよね。はい、俺が出したのは、お、マジ？いや、もう動画になんないじゃん。これ動画にならないじゃん。シェフィールドと試験管ボーイ。サファイア。サファイアか。サファイア、うん、はい、ということで、ゆみちゃんから届いたのはサファイアですね。1日目はなかったことになりました。2日目、はい、ってことで2日目でございますと、2日目はゆみちゃんと弾いていこうと思います。よろしくお願いします。はい、もうちょっとサクッとなんで、ちょっとね、もうパジャマなんで、さすがに動画にね、あれ見てもらうのあれなので、声だけで参加させていただきます。はい、何がいい？え、いいの？シャルル持ってないよね。そうなんよ。私水引いてる。あ、水引いてんだ、うん、昨日水何出た？え、でもね、ノストロが出た。あ、でもゲット引いてるじゃん。え、そうよ。きっとね、電話はもうね、何が引いたか覚えてないくらいのカスキャラが出たわ。はい、ということで、私水引きます。お願いします。引いちゃって。これもみんなに見えてるから、こっち向きに引くわ。50% で星ゴールからだけだからね、限定が出るわけじゃないよ。そっか、うん、相当引き強いよ。はい、あっ、めっちゃいい。ありがとう。マジ？え、ありがとうございます。まずはね、うん、一問の方でね、うん、一番人気。あ、そうなんだ。もうやばい、活躍がやばくて、うん、もうこの前とか普通にふかしワンパンしてた。あれだね、明日になったらまた今日のやつ忘れてるやつがね。はい、ってことで嫁の画面に行きます。はい、ってことで帰ってきました。次嫁の方ですね。お願いします。そうだ、出れないからさ、そう弾けなかったんで、俺が代わりに弾きます。闇？違う水？聞いてた話、そう、水いきます、うん、俺も僕さ、なんかこういうガチャ絶対水じゃないですね。そうだね、水にやっぱりなんか縁がない。でこれオスがラック10の瓶なの、それでそれで熱くない？やめて、いや、フープ揃ってしまえばいいよ。シャルルかシンギルティ頼む。あ、そう、シンギルティ持てんねんね。え、やばいね、ここでさらに下を引いていく。いや、レビアタンオズより上だから。あ、そっか、うん、オズ水の最下層って言われてるからね。はい、ってことで2日目はレビアタンと、なんだっけ、忘れちゃったね。あ、オズだ。もう今1分前のにもうなんだっけって1回出たから、まあ、それぐらいのキャラでした。はい、はい、では3日目後。はい、ってことで、チョイスガチャ3日目でございます。3日目に戻ってまいりました。1日目、ゆみちゃん、2日目、嫁ちゃんと、引かせていただきまして、あのね、参加してくださって本当にありがとうございました。
はい、この場をお借りしてね、お礼を申し上げます。あのその時にね、一緒にいた方と、常に弾いていく感じでいるんですけど、なんと3日目超スペシャルゲスト、この後入ってきます。入ってきません。はい、ちょっと待ちましょうか。はい、で今のところね、水できてんのか、うん、もうなんか水ばっか引いてる。で、基本的に、俺あんまりそんなにね特別欲しいってキャラもいないので、相手が欲しいって属性を引いてくるつもりだったんですけど、火か闇が欲しいと。はい、政宗か水戸光圀って言ってたんで、まあ火かな、うん、政宗多分何体目かだと思うんだけど、政宗水戸だったら多分まだ政宗の方が欲しいと思うから、火で俺が政宗をプレゼントしてあげようと思います。はい、今のところ、相方一緒に引いた方と俺合わせて1日目2日目で要は4体キャラ出してると思うんだけど、出てるのがオズだけ。オズだけはまずい、うん、このまま5日間引いてオズのみはマジで引かない方がいいまであるんで、3日目で、もう決着をつけようと思います。今回のゲストは黒助くんです。はい、ということで、入ってきたので、てか俺黒助って言わないまま説明してたよね。はい、黒助くんですね。はい、今回引いていこうかなと思います。で、火が欲しいらしいんで、まあ、火か闇でいこうと思います。で、黒助視点も黒助が自宅で撮ってくれてるみたいなので、それも踏まえて、まずは俺視点やっていこうと思いました。はい、ではいきます。火な、任せろ任せろ。これで政宗さ引けたらもうお金もらっていいレベルですよね。これで政宗は犯罪だろう。いきます。いやマジオズだけはやめよう。オズだけはやめよう。本当に火は、あーまあでもあれか、キルヨとかでも2体目全然欲しいんで、50%ありますからね。何かでやばいってマジで。今オズしか出てないって。あ、でも黒介くんは猫が好きなので、喜んでくれてると思います。カシム、うん、これは結構喜ぶんじゃないかな。はい、ということで引いたかな。あ、もう引いてますね。はい、ボックスに届いているので見ていこうと思います。あ、すいません、昨日引いたロアさんが引いたキャラがもうどうでもよすぎて受け取ってませんでした。すいません、2日目のロアさんの引いたキャラ受け取ってませんでした。黒助くん、じらしております。まだ引いておりません。タイトルに戻ったら来るかな。楽しみだな。完全に忘れてた、昨日受け取んの。うん、2日目の結果にないかも。お、来た、これは黒助。黒助くん、モンパナインステージ報酬そんなことある？え、これ今日ログインした時に届いてよ。え、そんなことある？え、まだ届いてない。まさか引いてない？え、どういうことこれ。あ、こんにちは、シロチャンネルをご覧の皆さん、クロスケです。先日のモンパではオタクのチャンネルのシロさんにお世話になりました。はい、ちょそれだけ言いに来たつもりだったんですけど、チョイスガチャ、しかもなんかマルチの参加のところで落とされて、今この画面、うん、再起動したらこの画面でした。はい、だけで引きます。火属性、政宗狙いで、政宗でいいよって言ってたんで、政宗か水戸光圀かに悩んで火属性ですね。 50% あるらしいから、出てもいいんじゃない。はぁ、じゃあ政宗出てもよくない。ね、ちなみに何来た、やつからはさっきはい、というわけでお邪魔しました、すいません。はい、ってことで、黒助さん引いたみたいです。これ時間かかったんで、引いた時に俺の予想ですよ、属性選ぶ、ガチャ引く、マジっつって、こいつ出ていいよみたいな、めちゃくちゃテンションが上がっちゃったせいで余韻に浸ってるから届くのが遅かったまである。はい、だからかなりいいキャラを引いてる可能性が高いと俺は思っております。いきます。マジ、いやお前すごいですね。でも限定引いてましたね。すごい、相当すごいですね。カシムと同じぐらい強いやつが届きました。アグラムテックス、これすごいだろ逆にお前、これ誰ももう話してないキャラ引いてきましたね。素晴らしい。今のところ星56、6回引いてなんと2体、オズ、アグナムート X、 やばいじゃん、うん、最低の方の理論値叩いてんじゃん。まあまあまあいいでしょう、しょうがない、まあ、これしょうがないですね、うん、50% なんで、今んとこ俺
3日引いてオズだけ俺は。で、あの相方一緒に引いた人から受け取ったのはアグラフトリックスだけ。これやばいだろ、これ動画になります。はい、ということで、3日間、いろんなね実況者の方々と、引かせていただきましたが、まあ、改めまして、一緒に引いてくださり皆様本当にありがとうございました。はい、で皆さんのね、結果だったりもよかったらねコメント欄で教えていただければなと思います。なんか前回も結構散々な目にあった気するんですけど、今回ほどひどくなかった気がしますね。今回だってもうあれじゃないですか、出た方が嫌な気持ちになるやつしか出てないじゃないですか。まあアグラムート X は嬉しいですけどね、結構ラックが高いっていうか運極ですけども、うん、まあでもね新重心化、近い。なんなら俺この前のモンパナインズでアグラムート X に関しては来てもおかしくないなと思ってたぐらいなんで、うん、まあでも近いキャラだと思うから、まあこれからね強化が入る、まあここでクロスケが引いてくれたおかげで、アグラムート X を3体持ってたよっていう状況が作れるかもしれませんので、はい、まあ感謝しながら、皆さんのコメントとか見て、あ、俺よりひどいやついるなっていう気持ちになろうと思います。ということでよかったらね皆さんのコメントもお待ちしてますのでよろしくお願いいたします。よかったら最後にチャンネル登録高評価、そして、一緒に引いてくださった皆様のチャンネル、ツイッターだったりも、概要欄にあると思いますので、そちらもよかったら遊びに行っていただければなと思います。ということで本日も動画のご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。ありがとうございました。